やっぱね、さっき甘いもん食べたからさ、やっぱしょっぱいもん食べたでしょ。食べたい。食べたいよね。いきます。誰かのやつ。やばいやつ。やばいやつこれ。やばいやつ。大丈夫でしょ。サッカー日本代表チーム2014年度版チップスカルビーさんから出てる。これで、ね、僕はポテトチップスを食べてからカード見る派なのか、食べる前にカード見る派なのか、どっちでしょうか。シンキングタイム、先に見る方。早い。え、回答が早いです。はい、早いです。シンキングタイム、シンキングタイム、テンテレテンテレテン。2枚入りです。誰が出たかな、誰が出たかな、誰が出たかな、テレレレテテレレレ。ちょっと待ってください。目なんすか、なんすか。え、見えない。あ、見えなかったです。見えない。そ、ここ目、ここ目じゃないの。あ、ここは、いや、耳じゃないですか。耳か、耳来た来た来た。うーわ、出たー、香川真司。おー、レアカードですか。レアでしょ。レア、レアじゃないですか、やっぱ。いやいや、いきなり引き当てる。香川真司を引き当てるところぐらい見ると、これはこのカントリーサインの旅なんてクソだよね。うわ、それ言っちゃった。大丈夫っしょ、こんなの。大丈夫っしょ。順当に近いとこから引いていくよ、俺は。で、香川真司、知ってました？香川真司、海外で言われた時は、香川真司って応援になるんですよ。日本では、香川真司ってなるじゃないですか。ああ、なるんですね。けど、海外では、なぜか知らんけど、ちょっとお葬式っぽく、香川真司ってなるんです。そういう意味を込めた応援なんですか。違う、そういうことじゃない。もう一人いきます。当てるわ。誰？ヒントちょうだい、ヒント。ヒント。ヒント、モノマネする人と名前が一緒です。モノマネする人と？モノマネする人と名字が一緒で、下の名前はやり投げの人と同じ名前です。さて、誰でしょうか。シンキングタイム、ドゥン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 。原口元気でした。いや、知らない。知らないんでました。知らないでおきました。失礼したんですか。知らない。じゃあ、原口元気と香川真司なので、ポテトチップスをいただきます。まあ、薄塩味だよね、薄塩。まあ、ポテチイコール薄塩的なところはありますね。うん、ものすごいね、もう、何のアレンジもなし。もう、丁寧に薄塩のポテトチップス作りましたって感じ。あ、シンプルベストなんだ。はい、どうぞ。はい、シンプルでしょ。うん、まあ、カルビーの薄塩だ。うん、そうでしょ。ほら、いくよ。はい、なんか普通だった。ちょっと構えてたでしょ、今。ちょっと構えました。耳構えましたね。そうはさせねえぞなんですね。うん、そうはさせねえぞ。カルビーさんが知る、サッカー日本代表チーム2014年度版チップスカード2枚です。うん、なのでカルビーさん、みんな買ってみてくださいね。はい、じゃあカルビーさん、お仕事待ってますということで、ムームー。 See you next time. Thumbs up. コメントよろしくお願いします。 Please subscribe. PC の方はこちら、スマホの方は下にあります、チャンネル登録、コメント、Thumbs up. よろしくお願いします。